こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の12月1日、時刻は22時になります。今月もよろしくお願いいたします。現在の枝コインの値段は、15.8 円ですね。はい、だいぶ下がりました。8% ぐらい下がってますね。はい、ちょうど30分ぐらい前に急落したところです。はい、これ15分足のチャートですけども、ずっとね、この18円の手前で、推移してきたんですけど、ここでね急に、このサポートラインを割ってガーンとね15円の手前まで来てます、はい、で今もちょっと戻って 15.7 円ですけども、ちょっと全体を見てみますね。4時間足にします。はい、こんな感じですね、はい、ここが、最近の高値の19円のところですね。で18円の手前、17円台でずっと触れていて、1回12円台までね来て、また戻って、でまたこの中で触れてまた抜けてきたということですね。はい、ここからどうなるかですね。まあここより下に行くことはないと思いますけどね。はい、まあ年末どうなるかですね。はい、ちょっと見ていきたいと思います。ではツイッターの方行きたいと思います。はい、今ね話題のビットコインですけども、コインテレグラフ日本版、ベネズエラ軍、新たにビットコインマイニングセンターを立ち上げと、米経済制裁の回避を狙うということで見ていきたいと思います。はい、ベネズエラ軍、新たにビットコインマイニングセンターを立ち上げ、ということで、ベネズエラ軍の軍隊が新たにビットコインのマイニングセンターを立ち上げた。インスタグラムに投稿された内容によると、ベネズエラ軍のデジタル資産プロダクションセンターを発足されたことが分かったと。この施設には多くの ASIC マイニング機器が収容されているようだと。ベネズエラのレニン・ヘレラ大将が発表した内容によると、マイニングの目標は軍の強化と自立性のためであると強調。仮想通貨は米国の経済制裁の影響が及ばない収入源であり、植民地主義的に封鎖され制御される信頼システムの代替になると、同国に対し経済制裁を続ける米国を批判したと。新型コロナウイルスに限らず、原油価格の暴落や政治混乱の影響でベネズエラは歴史的なインフレを経験している。続報のようにマドロ大統領は、経済制裁を逃れるために仮想通貨を使い、国際的に資金調達を行うための反制裁法を提案していると。このベネズエラの動きに対して米国側も関心を強めていると。このほど海軍大将であるクレイグ・スティーブン・ファラー氏はマドロ大統領の仮想通貨使用について言及し、これが麻薬取引やテロリズムに結びつくとして目に光らせていると発表したということですね。はい、まあこれも、経済のためにね、国が関与してくるということですごいですね。はい、同じように勝本さんがこのように動画を載せてくれてます。本当に軍がね、ASIC をセッティングしているということで、非常に興味深いと思いますね。はい、ちょっとマイニングマシンを並べてるとこだと思いますよ、これ。はい、すごいですね。はい、同じように、コインポスト、ベネズエラ政府、国営ビットコインマイニングセンターを開設と。まあ、これが現物なのかな。これがさっき言った、インスタの、ね、写真かもしれませんけども、はい、ということで、まあ、あのビットコインが、ね、上がってきたので、もういろんなところに大きな動きが、ね、入ってきているということでございます。はい、こちらもビットコインですけど、中国雲南省、仮想通貨マイナーへ、電力停止を通知ということですね。はい、中国の最新動向、中国事情に詳しい有識者のなんとかさんは、1日、雲南省宝山市の、電力会社仮想通貨採掘業者への電力提供停止する旨を伝える通知を発出されたとする内容がを自身が手入手したと合わせて SNS に投稿したと。すごいですね。はい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 、ちょっと読めないですけども、11月30日付でなんとか公示から出ていると。同通知は11月30日に発出されたもので、宝山電力会社が12月1日の0時より電力供給を停止する予定であると伝えていると。具体的な理由は説明していないが、サードパーティーのデータセンターを対象としている。中国では一般的に仮想通貨マイニングファームをデータセンターと表記すると、ずっといくと、現時点ではビットコイン発出レートの影響は確認されていない。一方、四川省の6月16から10月の放水期が終わり、一部の業種は新規は内モンゴル、海外などに事業を移転している状況だと。そうですね、まあこの盛り上がりがね、まあどれくらい続くのか分かりませんけど、まあその後にね、A での時代が来るんじゃないでしょうかということですね。はい、では、ADA の方ですね、ユータさんの方で、IOHK のブログですね、クリプトに必要な2つの要件と、体の以外がそれを一部満たさない理由と、体のがそれを満たす理由ということですね。すべてのクリプトには高酸化率、より多くのリソースが使用される、に低レバレッジが重要ということですね。はい、以下のいくつのモデルがあるが、体のは最上位モデルの5イニン型マルチモデル、
上位制御および奨励制約ありですということですね。今から5個のモデルが出てくるみたいです。単一モデル、線形型ビットコインアルゴ、単純にコストと報酬が1対1のモデル、シンプルだが、2、高レバレッジであるほど効率よく参加率も損なわれると。2、単一モデル、量子化線形、イーサリアム 2.0、 32、イーサリアムの規定のあるコストと報酬が1対1のモデル、これも一同様の問題がありますが、 BTF 系プロトコル問題点の克服やペナルティ規定を考慮し、導入されましたと。3番目、代表型マルチモデル、レバレッジ制御なし、コスモス、イオス、ポルカドットということですね。はい、次、投票者、代表者の、すみません、3番目ですね、投票者、代表者の代表型民主主義モデル、これは1レバレッジ制御がないため、大規模な代表者が現れる可能性があると。で、4つ目、委任型マルチモデル、上限制御あり、クジラの独壇場となり、参加率が低下し、レバレッジ問題も解決されない可能性があると。で、5つ目、委任型マルチモデル、上限制御および奨励制約ありと。こちらがレバレッジを下げるような行動が奨励され、参加率が上がり、レバレッジが下がるということで、今カルダノはこの5番目に、ね、説明があったパターンの、暗号通貨ですよということですね。はい、なので、そうですね、まあ、レバレッジを下げる、参加率が下がり、レバレッジ、まあ、これがさっき の軍のね、大きな、大量な参加を、まあ、遮る、なんだろう、防止することになるかどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、まあ、この中ではね、一番いいだろうということです。はい、でその話をね、実際にやってることが確認できるのがこのツイートだと思いますね。ダニエルさんで、44.15 ミリオン、フレッシュリーミンティッドカルダノ、なんだろう、スティーフタング、デリゲーションズインワンスナップ、またビューティフルサイトと。まあ、確かにね、ビューティフルサイトですけど、これが何かというと、あれですね、もうクジラが、もう、これクジラじゃない、これイルカかな。クジラ、イルカぐらいかな。なんだろう。はい。これがね、これからね、どんどん、出ていく感じがあっていいなと思いますね。体の分散化のために、小さなプールにね、少し、まあ、だいぶ大きいんですね、この15ミリオンっていうと。この15ミリオンの委任が、どんどんいろんなね、あまり活躍してないプールに、委任が行くわけです。そうすると小さいプールもそれなりにね、ちゃんとブロック生成を始めることになって、分散化がどんどん進むということをカルダノファウンデーションが準備をしているという絵ですね、これね。はい、でそれが、まあ、12月6日のスナップショットの時になるということかな。まあ、その前か、今日今度12月2日でスナップショットになるので、まあ、その前か、まあ、6日の7日の、エポックからなるってことは、多分、まあ、今日明日ぐらいでね、このイルカが分散していくんじゃないかなとちょっと想像します。まあ、違ったらごめんなさい、次のエポックかもしれませんけども、ちょっと楽しみにしていきたいと思いますね。はい、では値段に戻りまして、15.96 円ですね。14,012.9×15.96 で元本が10万円ですので、引きますと、123,646円ということになります。はい、123.6% のプラスです。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。